けれども、皆さんこんにちは、こんばんはです。北切りようです。ということで、今回も実験ビデオとか脱出やっていこうと思います。前回は、なんかいろいろとあって、つぐみちゃんが結局、またハゲてしまったって感じです。第6章、信頼ですね。たった。つぐみちゃんダメ、パイプが下に出て戻れない。大丈夫。つぐみちゃんは運動神経だって抜群だし、時計判断力だってある。私と違ってつぐみちゃんは何だってできるんだ。きっと他の方法を見つけて切り上げてるはずだ。つぐみちゃんは体を追いつくって言ってたもん。つぐみちゃんを信じて私も自分にできることでつぐみちゃんを助けるんだ。そういうわけでですか。お、なんか機械買って。コート、使えるかな。ノーパン、ステーキ、明らかにコート必要じゃないよね。フリー多くないのかな。エアクリーナーも難しい。カッターはすぐこの小さい。でも、なんとか好きなようにしてる。うわ、タンク代わりに湯たんぽが乗ってる。なったりするじゃん。燃料入ってる。お、燃料なんかついた。よし、燃料湯たんぽ進んだ。はい、待って。お、光った。止まった。でも少しだけど動いた。軌道は生きてる。正義の燃料じゃないか。不完全燃焼を起こしてるんだ。よ、詳しいな、ひな。まさかだけどかかるくらいでは表示できてる。これならキャプレターの調整なんとかなるかも。幸いメンテナンス用のコーンを船の中に置いてある。やってみよう。バスターゲームはもちろん、かなり被ってる状態。家を封じてもすごい。一度分解して、キャプレターの燃料を抜いて、ジェットニードルクリップの高さと、ワイレットエアスクリューをさっきよりも厚めに設置して、エンジン起動。よし、なんとかかかる。アクセルを対応していくよ。全然安定しない。しっかりとエンジンの音に身を傾けてる。どうしてほしいのか。エンジンをちゃんと伝えてくれてるはず。アクセル全開付近を渡っていき、急回帰で風と音がする。もうもっと息継ぎしてしまうのは燃料が濃い現象です。燃焼しきれてない燃料が残ってしまって不完全燃焼状態です。回転数を落とす気になるパンパンという破裂音は逆に燃料が薄い現象です。衝撃対策を超えてオーバーラップしてしまっています。手間はかかるけど、音を聞き分けてうまくエンジンが吹き上がるように再調整しよう。こんなのやるの？脱出ゲームだよね、これ。え、片方が濃く片方が薄くだから、1個で。もう一回ちょっと、おっしゃ！よし、行きやがった。これで手から出る準備が整った。あとはつぐみちゃんが来るのを待つだけだ。つぐみちゃん、どこにいるの？ほー、なるほど。ちょっとこれはどうなるかわかりませんね。次回、これ最終章かな？もしかしたら。はい。というわけで本日の動画はここまでにしたいと思います。もしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよならー。